ようございます、キムッチです。ですね、今バンビエンにいるんですけど、これから、ラオスのルアンパバーンに行こうと思います。ってことで、まあ行き方としてはバンビエンからだと、ミニバンか、あとは中国ラオス鉄道ですねの2つになるんですけど、調べたところやっぱミニバンと、中国ラオス鉄道値段がそんなに変わらないということで、それだったら、まあ、1時間で行ける鉄道の方がいいのと、やっぱミニバンは結構揺れるそうなんで、結構やっぱ道もきついということで、じゃあなんと鉄道使った方がいいかなってことで、鉄道使おうかなと思います。で、まだあの鉄道のチケットとか買ってないんで、まあ、ちょっと当日に買えるかどうかとかっていうのもちょっとやって、で、まあ、駅のチケットカウンターまで行くんで、まあ、もし今日のチケットが買えなかったら、明日とかのチケットが買えるかどうかっていうのもちょっとね一緒に、調べていきたいと思います。バンビエン駅到着しました。じゃあここからねチケットどこで買えるのかとかちょっと見ていこうかなと思います。駅着きました。で、一応エントランス入り口はこっちで、でチケットはこっちって書いてあるんで、こっちでちょっとチケットを買っていきたいと思います。じゃあこちらでチケットを買います。チケット購入したんですけど、結論から言うと、2日後ってことで、もう全然チケット取れないですね。なんでまあチケット買ったんで、とりあえずドライブバンビエンに戻りたいと思います。ってことでこんな感じで全然チケット買えなかったっすね。なんで、まあ、2日後なんで、まあ、ただちょっと体調もあんま良くなかったんで、とりあえずこの2日はバンビエンブラブラしつつも、ちょっとゆっくりホテルで休む時間にしようかなと思います。はい、ってことで2日後になりましたんで、今もうバンビエン駅の前に着きましたんで、ここから、鉄道中国ラオス高速鉄道乗って、ルアンパバーンの方に行きたいと思います。ってことでまあね、なんか結構乗り方とかいろいろ特殊らしいんで、まあ、せっかくだからまあちょっと細かいとこ映していけたら行こうかなと思います。じゃあ入り口入っていきたいと思います。まあ、今だいたい40分前ぐらいですね。なんで多分入れると思うんですけど、ちょっと行ってみますか。でまずこの駅入るときにこういう感じで X 線の検査ですね。まあ、あの飛行機の空港と一緒なんですけど、まあ緩かったですね。僕普通にカミソリとか入ってるんですけど、全然そのまま通りました。なんでまあそこまで厳しくはないと思うんですけど、一応こういう風にもうね、安全のなんか検査みたいなのがあるんで、まあ少しは安心して入れるようにはなってるのかなと思います。でまあこんな感じでやっぱ座るところはいっぱいあって、駅自体もね、まあ、シンプルな駅ではあるんですけど、まあ、こう広いですね。でまあこの鉄道自体今開業して多分1年ちょっととかだと思うんですけど、まあ、まだこんな感じで準備中のものであったり、であとはこっちはトイレがあって、で、こっちには水が飲めるコーナーですねがあって、でここはVIPラウンジ的なところがありますね。で、反対側にも同じようななんだろうそういうトイレとか飲み物飲めたりとかするスペースはありますね。で入り口はこんな感じで、駅の入り口はですね、まあ僕はこれから、10時33分の、電車に乗るんですけど、チェックインが10時18分ってことで、それまでおそらくここは入れないのかなと思います。でここはもうラオスの定番のカフェアマゾンが、こっちにもありますね。でこっちには売店なんかもあったりします。まあ値段はまあまあ高めっちゃ高めっすね。まあ空港価格じゃないですけど鉄道価格的な感じにはなってます。
トイレに、まあ、行ったんですけど、まあ、当然トイレットペーパーはなくて、で、あの東南アジアでよくあるあの手動ウォシュレットみたいなのもないので、あの本当にあのこれはポケットティッシュとか、まあ、トイレットペーパーとか持ち込まないと済みますっていうのと、あとは、当然 Wi-Fi とかそういったものはなくて、で、結構ここ、まあ、山の中に駅あるんで電波がほぼ通じないと。そして、まあ、さらに言うと、まあ、かなりどこの駅もなんか市街から離れてるんで、まあ、行くのが大変っていうのと、あと僕は今回なかったですけど、あんまり早い時間に行くと、ここに入場するまでになんか時間がかかるということで、なんか外でずっと待たされるらしいんで、まあ、どこを撮っても正直なんかクソ管理というかクソ鉄道な雰囲気しかしないんですけど、まあ、もうすぐでね、じゃあ乗れると思うんで、そしたらちょっと中とかも映して、まあ、どういう感じなのかっていうのを、ちょっとレビューしていこうかなと思います。これから乗るわけなんですけど、まあすごいっすよね、行列が。なんかね、これね、乗るまでにね、乗るっていうかね、あのチェックインするまでにめちゃくちゃ時間かかりそうっすね。うん、なんかね、もうちょっと容量のいい管理の仕方をした方がいいのかなと思います。到着しました、ここですね。で、一応、多分シートが 12-76 って書いてたんで12号車なのかなと思うんで、とりあえず12のところに行きたいと思います。じゃあ乗り込んでいきたいと思います。ということで到着ですね。降りていきたいと思います。到着しました。あのね、結構きつかったっすね。うん、まあ、こんな感じで出口に行くまでも、まあ、一苦労するって感じですね。うん、かなり混み合ってます。ルアンパパン駅到着しました。うん、まあね、本当に山の中だなっていう感想しかないですね。まあ、鉄道乗ってきましたけど、まあね、かなりちょっときつかったなっていうのが、ね、もうちょっとね、なんとかならないのかなっていうのと、あとはもうついでにね、もうこのまま2日後ぐらいにはもう滞在期間ないんでって思って、まあ、一応ルアンパパーンからビエンチャン行きのチケット取ったんですけど、全然もう時間がちょっと、もう取れるチケットがもう時間が2つしかなくて、まあ、ちょっともしかすると、まあ、ちょっと予定が変わっちゃうんで、まあ、本当にこれチケットに関しては本当に全然取れないんで、まあね、もうこれどうしようもないんですけど、でももう着いた時にある程度もう鉄道で帰るとかって人はもう着いた時点でチケットを買うことぐらいが一番いいのかなと思います。本当にチケットなかなか手に入んないんで、そこだけ注意してもらえればって感じですね。じゃあなんかね、ミニバン乗り場みたいなのありそうなんで、ちょっとそこでミニバン乗っていこうかなと思います。乗り合いバンに乗ろうと思うんですけど、どうやらこれもまためんどくさくて、こっちが、ルアンパパン駅なんですけど、この駅のこのもう降りて階段のところ、こっちにバン乗り場があるってことなんで、まあ、これね、なかなか初見はわからないですね。結構大変だと思うんですけど、まあ、ここ降りて、そしたらチケット売り場があるってことなんで、そちらに向かいます。降りてきました。そしたらあそこにあのチケット値段書いてますね。4万切符ですね。で、4万切符払って乗れると。なんで、まあ250円ぐらい、まあ
安いのか高いのかよくわかりませんが、はい、ってことでまあいろいろありましたが、なんとかルアンパパン到着しました。ってことでまあもう第一印象はですね、まあ、ここあのルアンパパン、あの町中が世界遺産となってるんですけど、うん、そんな感じがします。なんとなくこれはまあ良くも悪くもってとこですけどね、まあ、あのすごく観光地っぽい感じの場所になってます。でいろいろ街散策しようと思うんですけど、まずはちょっとねもうお腹空いちゃってるんでお昼ご飯食べ行こうと思います。でお昼ご飯はですね、どうやらルアンパパンはカオソーイっていう麺料理が有名ということで、これまたあのタイのカオソーイとはまた違うそうなんで、まあ、せっかくだからね、じゃあちょっと食べに行こうかなと思います。口コミが良さそうなんでちょっとこちらのお店入ってみたいと思います。でカオソーイ来ました。じゃあちょっといただきます。カオソーイ食べてきました。まあ、感想を言うとマジでうまかった。これはね久々にびっくりするぐらい美味しかったなっていう料理でしたね。もうラオスの中だともう間違いなくナンバーワンフードで、まあ、海外でこう食べたあの料理の中でもかなりトップクラスに入るような美味しさでしたね。ちょっとびっくりしましたね。まあね、なんかねこうなんだろうな、久々ですよこんな美味しいの食べたの。まあ言ってしまえば日本でいう担々麺に近い状態 で麺はあのベトナムのフォーとかに似てるようなあの米粉の麺に、まあ、ちょっとこう平打ち麺みたいな感じですね。ここはめちゃくちゃおすすめです。ということで、美味しいご飯も食べたんでちょっとじゃあ散策していこうかなと思います。まあね、あのルアンパパン早速ね散策していこうと思うんですけど、まあここでね、まあ、ルアンパパンって言ったらやっぱおしゃれとかインスタ映えとか、まあ、そういったワードが出てくるような、場所が非常に多いんで、まあ、ちょっと、カフェでも行ってね、ちょっとまあ僕はインスタ映えじゃなくてあの動画編集したいだけなんですけど、ちょっとそんな感じでちょっとカフェに行こうかなと思うんですが、まあいまいちねそのインスタ映えとかそういうのは狙ってなくて、まあ、特にあの Wi-Fi がしっかりあるところに行きたいなと思うんで、まあ信用のあるチェーン店に行こうかなと思います。ただねちょっとねなんかやっぱおしゃれな感じらしいんで、ちょっとそれも見ていこうかなと思います。来ました、カフェアマゾンですね。うん、柚子なんかあるんですね。まあ、ちょっと入ってみたいと思います。お店の中の雰囲気はこんな感じです。でテラス席なんかもあります。なんかこれマンゴーみたいな色してますけど、ハイミルクティーってことでだいたいこれで、160円ぐらいですね。うん、安い。じゃあいただきます。じゃあ無事動画編集も終わりました。なんでここのねフラッペ結構美味しかったっすよ。なんでまあこれあのラオスとかタイとかに結構あるみたいなんで、で日本にもねなんかね何店舗かあるらしいんで、まあぜひね行ってみてもいいんじゃないかなと思います。ってことでじゃあ次のところ行っていきたいと思います。次はですねプーシーの丘っていう、まああのもうルアンパパンでもトップを争うぐらいの、まあ、有名観光スポット、まあそこでね、まあ、夕日を見に行きたいなと思います。まあ、ここ自体ねあのルアンパパンをねこう眺めることができるスポットなんで、いつ行っても楽しいと思うんですけど、まあ、せっかくなんでねちょっと夕日見に行きたいなと思います。おそらくここはナイトマーケットの、準備が始まってますね。これプーシーの丘の前なんですけど、なんで多分降りてくる頃にはナイトマーケットとかが始まってるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでもうテント張ってるとこもあったり、こういう感じで
もう準備されてるところも結構ありますね。でもなんか向こう側なんかはもう服なんか出ちゃったりしてるんで、まあそろそろもう準備が整ってくる段階なんじゃないかなと思います。そしてこの階段を上がってプーシーの丘の入り口へ向かいます。まあ、ここから見る寺院なんかもすごい映えますよね。目の前はあのルアンパパンナショナルミュージアムってことで、まあなんか博物館とかそういう感じなんじゃないでしょうか。まあこっちもねまた後日行けたらなと思います。じゃあこっち登っていきましょう。でじゃあプーシーの丘入り口まで来ました。ってことでここからチケット買っていきたいと思います。入っていきます。じゃあね入場料が2万キープということで、登っていきたいと思います。かなり登りそうっすね。でこっちにはこうパゴダみたいなでっかいのがありますね。じゃあ早速登っていきたいと思います。まあ思っているより結構階段は急でしたね。でこんな感じで、まあねでもやっぱ雰囲気はすごくありますよね。うん、なんかね登っててあなんかルアンパパンの街だなっていう感じはすごいします。でここが第一ポイントですね。まあこんな感じで、でこっちは水なんか売ってたりしますね。でこっちですかね、あと190段階段を上がれってことですかね。じゃあ190段上がっていきたいと思います。でもまあ割とあっという間かもしれないですね。まだ登って5分ぐらいしか経ってないんで、それでもう半分近く来てるって感じです。でもまだ意外に登りそうですね。まあここ行ってあと何回か切り返して頂上って感じじゃないでしょうか。ちょっと上登っていきます。だいぶラストスパートに近づいてきたんじゃないでしょうか。結構登ってきたと思います。だから190段あそこから190段は割とありましたね。ただもう頂上着きそうです。頂上到着しました。ここはプーシーの丘ですね。まあやっぱりみんなサンセットスポットのところにはね人がめちゃくちゃ集まってますね。まだもうちょい時間ありそうなんで少し、まあ、こっちの方の景色とか見ていこうかなと思います。じゃあこっち側の景色見ていこうかなと思います。こちら側の景色どうでしょう。結構すごくないですか。うん、やっぱ屋根が結構統一されてますね。すごい綺麗。まあ富士の丘自体は特に何かこう見るとかそういうスポットではなさそうなんで、まあとりあえず夕日のスポットを陣取っておこうかなと思います。なんかこういう岩に登ってまあ映えるっていうこともできるそうですね。こんな感じですね。だいぶ、日の入りが近づいてきて、まあ、こんな感じで人はめちゃくちゃたくさんいますね。でこんな感じで今ちょっとずつ沈んでいくところでしょうか。でもまあまだあと完全にサンセット日が沈むまでまあ30分ぐらいあるんでね、もうちょい待とうかなと思います。じゃあねプーシーの丘の、サンセットスポットのところで陣取ってちょっと撮ろうかなと思います。
日が沈みましたが、もうこんな感じで人がすごいですね。ピークの時はもっとすごかったんで、まあね、ここはね、こういいんですけどね、落ち着いて見れないなっていうのが第一印象ですね。でまた別のところから撮ったんですけど、やっぱこの夕日とメコン川とルアンパバーンの景色、うん、マッチしてていいんじゃないでしょうか。ということで、もうプーシーの丘出ていきたいと思います。はちょっとね、だいぶ多分人がたくさんいると思うんですけど、まあもうゆっくり降りていくしかないですね。じゃあ出口は反対側から出ていきたいと思います。まあ、寺院側ですね。戻ってきましたってことで、まあ、ちょっと反対側来ちゃいましたね。こっちがナイトマーケット沿いになります。ってことで、プーシーの丘でしたけど、まあ、あの夕日はねすごく綺麗でしたよ。うん、バンビエンで見たあのサンセットスポットよりも全然綺麗に見えるのかなと思います。ただまあ個人的にですよ、まああんなにもう人でごった返してなんか落ち着いて見れない中で、まあ見る夕日がいくら綺麗でもそれはいかがなものかなっていうのはしますね。うん、まあ自分はそれだったらバンビエンではゆっくりとチルタイムを楽しみながら見たい派なんで、まあそれは人によると思いますけど、まああの綺麗な夕日でなおかつ人気観光地でまあ楽しみたいっていうんだったらいいのかなとは思いますが、まあ正直おすすめはしたいです。ただもうあのとにかくね、中国人のマナーが悪すぎる。割り込みは当たり前で、もうあのしまいには先にいる人にどけと言ったりで、しまいには暴力、もうこういうのがね結構ね、あの自分もあのなんか前入れてくれとか言われましたけど、あの中にはそう言ってね、なんか叩かれてる人とかもいたんで、ちょっとね、まあそういうちょっとなんかイライラした気持ちで見る夕日はいかがなものかなとも思いましたんで、まあね、あのある程度ね、ちょっとまあそこはここに限らずですけど、まあ覚悟を持ってね、あの広い心と、あとあのいくら何をやられてもあのもう根気強くどかないとか無視するとか、あの折れてしまうと思うツボなんで、そういう強い意志を持てる方だったらいいんじゃないでしょうかって感じですね。まあ、なんかね、うん、ゆっくりできなかったから、なんかルアンパバンでもっとサンセットゆっくり見れるところあったら探してみたいと思います。ってことで、これから、行くのがですね、クアンシーの滝ということで、クアンシーの滝にあの行ってきたいと思います。まあ、ルアンパバンでもう 1,2 を誇る観光スポットとなっておりますので、早速行きたいと思います。で今回は距離もあるので、レンタルバイクをしております。まあね、バイクでねどれぐらいかかるのかちょっと未知数なんですけど、まあ行ってきます。クアンシーの滝到着しました。じゃあここからねチケット売り場行ってチケットを買おうと思います。ここがチケット売り場ですね。チケットはこちら 25,000 キープですね。じゃあ入っていきたいと思います。カート降りてきましたけど、まあ、こんな感じでこうお土産屋さんがあったりお菓子が売ってたり、まあ、向こうに行くとこう食事ですね、ちょっと簡単なこう食事ができるようなお店もあります。じゃあね早速、中に入っていきたいと思います。まあ、やっぱり観光地って感じがしてすごい賑わってますね。すごいね、あの郊外にあるところなんですけど、やっぱみんな人入ってますね。じゃあ入り口ということでこっち入っていきたいと思います。じゃあこちらですね。じゃあちょっと行ってきたいと思います。
でちょっと向こうになんか小屋みたいなとこがあるんで、ちょっとそこ入っていきたいと思います。どうやらねここねクマがいるっていうことなんで、ちょっとねクマが見れるということなんで、ちょっと見に行ってみましょうか。こんな感じでクマがいますね、思いっきり。まあ、パッと見3頭いるって感じです。うん、普通に怖いですよね。そしてこのクマのシルエットを抜けて、だいぶ滝の音が聞こえてきましたね。じゃあちょっとそっちに向かっていきたいと思います。でもう一つなんかクマのスポットあるんで、そっちも行ってみたいと思います。だいぶむき出しですけど、ここにもクマがいるってことでいますね。もうここはほとんど柵とか何もないんで、もう来たら終わりです。でこんな感じでクマの解説個体とかありますね。日本語でも書いてあります。月のマグマということで、まあこれはもう今日本全国で、まあ、北海道はヒグマなのかな、でもほとんど月のマグマいるんじゃないでしょうか。そしてクマゾーンを抜けるとこんな感じでクマのグッズとかも売ってますね。でどうやらねクマゾーン割と長いかもしれないですね。こっちもこうクマがいっぱいいますね。どさくさに紛れてパンダもいるって感じです。で世界にいるなんかクマの種類みたいなのがこんな感じでありますね。まあここら辺は一番クマが、まあでも言うて3頭ですけど4頭いますね、こっちにも。そしてクマをモチーフにしたキャラクターなんかがこんな感じでいっぱいあります。そしてなぜかクマモンも認定されてます。さあ今度こそクマゾーンを抜けて、だいぶ入ってきたじゃないでしょうか。滝ゾーン入ってきました。あ、これ結構すごいかもしれないです。ちょっと見に行きましょうか。これはね素直にねすごいですよ。あの美瑛の青い池みたいなね青さがありますね。結構がっつり青くて、これはバンビエンのブルーラグーンより感動してます。ただ当然ねクアンシーの滝っていうだけあって、ちゃんと滝ゾーンもあるんで、あんなしょぼい滝ではないはずなんで、じゃあちょっと見えてきましたね、見に行きましょう。こちらです。これはね素直にすごいっす。滝っていうより、まあこの滝とこの青い池じゃないですけど、これがまたいいですよね。でまだ多分上の方行けそうなんで、ちょっと上の方行ってみたいと思います。この辺もすごいですよ。こんな感じで段差になってて、まだまだ上行けそうですね。こんな感じです。まあ、この辺も緩やかなんですけどいいですね。なんか心が落ち着くというかいい感じです。そしておそらく一番目玉であろう上に行きたいと思います。これもなかなかいいんじゃないでしょうか。そして一番でかい滝がこれですね、おそらく。綺麗じゃないでしょうか。ちょっとねアングルがあんま良くないんですけどね、いいアングルちょっと探してみようかなと思います。
ちょっと中入ってきました。水はまあまあ冷たいっすね。うん、流水したらこんな感じで真正面から滝取ることができました。うん、でもやっぱ綺麗ですよ。この辺なんかも落ち着いたエリアで綺麗なんじゃないでしょうか。うん、この辺も緩やかなこう滝のエリアですね。今みんな結構泳いでる人なんかもいましたけど、まあ個人的にはこの辺で水遊びするっていう分だったら子供とか連れてっても全然ありなんじゃないかなとは思います。うん、ここら辺なんかもすごく綺麗ですよ。ここがよくあの写真とかで見るクアンシの滝ですね。確かにめちゃくちゃ綺麗。これはすごいな。うん、普通に大きい滝よりもねやっぱいいですよ。ちゃんとねこう青色のこう水が見えて緩やかにこう段差になって落ちる感じはいいですね。あ、こんな感じです。こっちには大きい滝もあります。さらに奥行くとこういう感じでまた段差になってる滝がありますね。まあ、ね、この滝ねかなり見応えあるというか見どころがかなり多い。滝一つでここまで見応えのある場所ってそんなないと思いますよ。うん、この辺も綺麗ですね。でこれで終わりかと思ったらねちょっと最後にめちゃくちゃ大きい滝あるんでそっち行ってきたいと思います。まあこんな感じで、歩いていこうと思います。こちらですね、すごくないですか。最後の最後でちゃんとこういう大きい滝があるとした感じですね。うん、これやっぱすごいと思います。なんか道なりに歩いてたらいきなりこんな山道になりましたね。なんだろうここは。えげつないところを登ってきます。一応登りきったんですけどなんか何もないっすね。うん、ちょっとそのまま前進んでみます。ちょっと見えてきたんですけどここは多分滝の上ですかね。うん、なるほど、こういうところで遊んだりする人泳いだりする人はこっちに来るって感じですかね。ってな感じで、ここからはもう行き止まりってことで、まああそこ遊ぶための登山だったということで僕は特に遊ぶ予定ないので帰りたいと思います。ってことでクアンシーの滝でした。まあね、あの見応えはあってね結構ねゆっくり観光するとね時間かかるというか半日ぐらいかかるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただね、まあ、ちょっと遠いっていうのがあるのかなとは思うんで、まあ、ルアンパパンからあのバイクで行くかこうなんかバンとかで行くかって感じになると思うんで、まあ、ちょっと行きづらさはあると思います。ただねもうそれ行くだけの価値は正直あるのかなと思います。ということでね、まあ綺麗な滝も見れたんで、まあ、ここからまた市街の方に戻りつつちょっと観光できそうなとこあったら行こうかなと思います。